ケントチャンネルへようこそ。本日もロバート D ・エルトリッジ博士、なんか長いんですよね。まあ非常に長い。本にいらしていただいております。外人同士で日本で喋ってるのはなんか変ですね。変けれども同時にちょっともう自然ですけれども、まあ、はい。まあお互い分かってるから大丈夫。つい最近まで海兵隊の中で、海兵隊じゃなかったけど、はい、でも海兵隊の中で、うん、仕事していらしたんですけども、5月1日でそれが終わって、はい、今度は自分たちのシンクタンクを作ったそうですね、はい、シンクタンクって何ですか？まあ、この場合はそのいわゆる、まあ、研究所、まあ、研究機関とあと国際交流の拠点を、まあ、2つのものを、まあ、合わせたんですけれども、はい、それは民間でやろうということですよね。はい、民間でやりたいと思っています。で、まあ、政府に入ってたんですけれども、で、さっきおっしゃってたように海兵隊の隊員ではなかったんですけれども、まあ、文民として海兵隊の中で仕事をしていたんですけれども、うん、国家公務員として、で、非常に素晴らしい経験がたくさんあったんですけれども、同時にその政府だからこそできないものがやっぱり感じていた。例えばその財政上、規定上、法律上とか、あるいはその、まあ、官僚たちもどの組織でもいるんですけれども、そういうようなその、まあ、想像力、その発想力、うん、あるいはその、まあ、ハートがちょっと欠けている、うん、部分がちょっと感じていたので、もうこれから市民社会、民間の力を借りて、うん、その、まあ、研究調査、国際交流を、うん、やっていきたいと思っています。お一人でやるわけではありませんよね。はい、沖縄にいらっしゃるたくさんの、まあ、有志たち、非常に優れている方々がたくさんいるし、あと本土、にいる、まあ、協力者、支持者がもうたくさん、いる。で、アメリカでもたくさんの協力者がいる。で、さらに基地の中の、まあ、協力者がたくさんいますので、はい、本当にたくさん応援してくれている、はい、これね、すごく期待できるものだと思うんですけど、はい、似たようなものは沖縄にないですよね。そうですね、まあ、私たちが目指していることはないと思う、ね、はい。それでシンクタンクは大体日本の場合、東京か大阪に集中すると思うんですけど、はい、沖縄に作ったという意味は何ですか？そうですね、まあ、私はずっと、まあ、仕事とかを通じて、私はかなりの現場主義者ですので、その、まあ、上から仕事するのはあまり好まない。例えばその海兵隊だったら、まあ、そのワシントンにある国防総省とか海兵隊の本部の方がいいと思われる人もいるかもしれないんですが、私はそれ全然面白くない。現場でどういうような苦労があるのか、それをまさにそれを実感したい、知りたい、うん、ということで、その例えば沖縄のことをするんだったら、ワシントンから沖縄をやるとか、あるいは東京から沖縄のことをやるではなく、沖縄で沖縄関係のもの、そうしないですよ、うん、そんな沖縄の問題なのに東京から言われてもね、誰もいい気もしないです、はい、で、それでその沖縄の生の声を毎日、うん、一日中触れることができるし、うん、だから、まあ、架け橋になる、はい、ところです。で、毎日講演会を、まあ、企画、まあ、したいしてます。で、まあ、いい忙しさですけれども、で、例えば本土から、あるいは私たちの、まあ、国であるアメリカから人が来たら、必ずそのところ立ち寄って話をしたり、で、その、分野の人たち、現地の人たちと可能な限り紹介したり合わせたいというふうに思っています。そうすると人的な交流がどんどん増える、うん、はい、これ楽しみですね、うん、
この沖縄の中部に作るんですよね。そうですね、中部に作ってます、作りたい。でその理由は基地の多くは中部にあります。中部に集中してますね。はい。でもし那覇で作った場合、変な圧力もあるし、あとそのあの知事の近くにいない方がいい。間違いない。はい、どうぞ。とか、あとその那覇だったらその中部にある米軍の基地の関係者がなかなか参加できないので、遠いですね。はい、だから中部で作りたいと思っています。そうすると基地周辺の方々が本当にどう思っているのかを間接的ではなく直接的に彼らの意見を取り入れた新しい政策を発表できる。そういうふうに思っています。素晴らしい。その研究所の名前は何ですか？ですね、日本語の名前は一般社団法人沖縄国際交流政策研究所、はいはい、で英語では沖縄クロスロードズインスティテュートというの。その方が短くていい、ね。はい、ホームページとフェイスブックは、はい、できていますが、一応ある。はい、一応あります。で、連絡先はそこにあるんですけれども、まあ、これから本格的に。今週から立ち上げたんです。そうです。月曜日、つまり15日、6月15日。15日ですね。はい。今日これを収録しているのは20日ですから。20日ですよね。はい。ほやほやですね。はい。はい、まあ、楽しみです。ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。